はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。おはようございます。ということで、 Get ready with me! ポンポンポンポーン。はい、今日はですね、ちょっと外に出て婦人科行ったりとかしかしないんだけど、前の動画でピル飲んでるって言ったじゃん。そんで、そのピルが一回ね、婦人科に行った時に3シートしかもらえないので、その最後のねシートが切れそうなんで、婦人科行くのと普通にね動画も撮るということで、ちょっと久しぶりに Get ready with me をやっていきたいと思います。水飲む。目全然痛いね。で、前にチョコちゃんとコラボでね、リモートコラボで撮った時に、インスタで恋愛相談を募集したと思うんですけれども、その時にあんまり答えられなかったんで、それも答えながら一緒にメイクしていこう。ということで、ちょっとむくみを取りたい。なんかこれさ、実際さ、全然さ、顔ちっちゃくならないんだけど、意外とむくみは取れるからね。おすすめ。でもね、これつけながら筋トレしてると、ここら辺マジで汗だくになるから、痩せてる気にはなるけど、そんなになってない。でこれつけると顔認証してくんないの。もうね、やっとね、脱カラコンできました。もうね、カラコンつけるとね、目が重たくてね、無理ってなるからね、本当にカラコンを卒業できました。でも撮影とか、なんか写真撮るときはね、目のね形、この黒目の形がくっきりしてる方が見栄えが良くなるから、撮影の時とかはよくつけるかもしれないんだけど、動画のね、こういう日常動画は多分もうつけないと思う。まあさ、普通にさ30度とか超えててさ、まあ、ついからもうエアコンデビューしました。じゃあちょっと答えながらやっていこう。もう小顔とかどうでもいいや、これめんどくさいからもうやっちゃえ。喋るのも痛いし。化粧していきまーす。じゃあなんか適当に選んで飲んでいくね。ゆいちゃんは片思いしたことありますか？片思いはあるんじゃない？だって付き合う前は必ず片思いだから。ちょっとピンがね、髪の毛止めるピンがないよ、取ってこなきゃ。うん、片思いはありますよ。まあでも付き合う前からでも両思いになってることはあるか。人それぞれだけど、私はありました。コロナの休みで良かったことと悪かったことを教えてください。良かったことは自分の体型を見直すことができた。こんな感じで、悪かったことは友達と会えなくなったのがちょっと辛い。私さ、みんなっていうか、その友達とかと遊んで喋るのがすっごい好きな人だから、だからね、それがすごいストレス溜まったかな。まあ運よくうちには喋る相手がいたからよかったけど、多分一人暮らしだったらマジで毎日インスタライブだったり YouTube ライブだったりをしてた気がする。彼氏と会えません、どうしたらいいでしょうか。これはコロナで会えないってことかな。まあでもお互いのことを考えて、これ割れちゃった、やばい。まあ、お互いのことを考えて、本当にお互いのことが大事だなって思ったら、コロナが本当に収束して、まあでも今はね結構出歩けるようになったから、まあ会ってはいいのかちょっと分かんないけど、まあそんな長くはいたりとかしない方がいいかなって感じだよね。ね、難しいよね。でもみんな学校ももう始まってさ、短縮授業だとは思うけど学校始まってるからさ、まあ出てはいいのかもしれないけど、別に本当に用事があるとかさ、それじゃなきゃ言っちゃいけないような気もするよね。本当わかんない、何が正しいのか。だってなんか解除されてっからさ、緊急事態宣言が、それから徐々になんか増えてきてるらしいしね。第2波が来ないことに祈るよ。なんかさ、この質問をね募集した時にすごいいっぱいね質問来てたから、すごい結構みんな恋してんだなって思った。恋大きい女は素敵な女になるよって私は思ってるけど、多すぎるのもちょっとあれよね。好きな人ができない、できないならできないでいいんだよ、自分がそれで不便してなければね。なんか男がいなきゃ嫌だっていう人もいるよね。なんかずっと彼氏がいるっていう子、友達の中にいない、そういう子いるんじゃないかな。何の話でそうなったんだっけ。欲しくないって思ったら別に作んなくていいと思うよ。私生活がもう充実してるんだから。そんな好きな人がいるのに付き合えないって言うんだったら、まあ、頑張れって感じだけど、好きな人ができないんだったらもう私生活充実してるってことよ。逆に私はいいなって思うよ。てかさ、この前さコスメの収納を整理したんだけど、そこでねなんかいろいろ新しいね使ってなかったものが発掘したから、ちょっとね今日はね持ってきた、いつも使わない感じのもの。学生でも可愛くなれる方法は何ですか？ね、人ってね恋をするとね急激に可愛くなると私は思っている。なんかさ恋すると自分の容姿をさ気にするじゃん。だからさ少し振る舞いも女
女の子らしくなるしさ、化粧とか髪の毛もちゃんとしっかりするようになるじゃん。だからなんか恋をするのが一番女の子が可愛くなる方法だと私は思う。まあ、恋をしててどうやって可愛くなれますかっていう話だったら、なんだろう、髪の毛とかスキンケアに気を配ってみたりとかいろいろあるけど、やっぱなんかね、普通に恋をするのがマジで一番可愛くなる方法だと思う。なんかだってさ、最近可愛くなったって思う子大体全員恋してない？そう、恋をすると可愛くなるよね。ほんとベースした後ってさ、顔色悪すぎてやばいよね。みんなそうなのかな、私だけなのかな。めちゃめちゃ顔色悪いんだよね。しかも私癖でさ、唇の皮めっちゃむくからさ、すんごい痛いのよ。このね、メンソレータムの緑のやつがね、手放せない。失恋ってどう立ち直りますか？失恋か。とにかくね、自分一人でいる時間を少なくする。眉毛描いてる。自分一人でいるとさ、どうしてもその人のこと考えちゃうじゃん。写真とか見ちゃったりとかするからさ、友達と一緒にいて気を紛らわすことかな。私高校2年生の時に失恋したんだけど、あ、高校3年生か。高校3年生の時に失恋したんだけど、その時は部活一生懸命やってたから気が紛れた。あと塾とか。塾の先生とか友達とめっちゃ喋ってた。なんかだから、とにかく一人でいる時間をなくしてた。もう、無理やり疲れてて、もう、友達とめちゃめちゃ遊んだかな。これめっちゃいいよ、本当に。次の髪色染めるなら何？さあ、何でしょう？まだね、当分行けないんだよね、美容室。なんか、みんな自粛明けでさ、結構行くみたいで、予約が全然取れなくってさ、そんなすぐには行けないんだけど、紫またはピンクって感じかな。インナーさ、私一回染めたじゃん、自分で。リサになりたいみたいな感じで。一回さ、こちらの動画で染めたと思うんだけど、そっからね、中の色がね、どうしても濃くなっちゃってるから、なんかインナーカラーにするのがいいのかなと思ってるのよ。でもね、このね、プリンをどうにか直したいのよ。でもね、これブリーチするのすごい悩むし、ブリーチするなら、なんか、暗めの色をのせちゃおうかなって思うんだけど、せっかくブリーチしたから、派手髪も楽しみたいよねって感じなんだけど、濃いめの紫かピンクとかにしたいかな。異性のどこに注目してる？なんだろうな。いや、そんなに私あんまり気にしないんだけど、彼氏にしたいとか、今後ずっと友達でいたいなって思う人には、常識があるかないかとかで判断するかな。なんかご飯食べてる時とかさ、肘ついて食べる人すごい嫌いだし、行儀悪いじゃん。だし、歯じゃねえ、箸の持ち方だったり、あとポイ捨てする人とか、あ、この人はこういう人なんだっていう目で見ちゃうんだけど、まあなんかそうかな。だって嫌じゃない？なんか箸の持ち方はまあ100歩譲ってありだとしよう。でもさ、ご飯食べるときこうやって肘つきながら食べるとさ、行儀悪いよって思わない？私はすっごく思うよ。だから自分もね、すごいお母さんとかに結構注意されてきたから、ダメなんだなっていうのは知ってるから。ちょっと眉毛の描くのめっちゃ長くない？私、まあそういう感じ。食べるのが綺麗な人がいい。あとお皿持ったりとかする人ね。これがテーブルだとするじゃん。でこれがご飯ジャムだとするじゃん。こんなに離れてるのにこうやってさ、近づけて食べる人いるかもしれないじゃん。あまり出会ったことないんだけど、その人はすごい嫌だなって思う。犬かよって。お前手があるんだから手使えよって感じだよね。振られた相手をまだ好きなのってキモいですか？キモくないよ。だって振られたってことはさ、まだ好きなのに相手だけが断ったってことでしょ？嫌いです、別れてくださいって言われてさ、あ、そうですか、じゃあ私も嫌いになりますってすぐできるわけないよね。できる人は本当に切り替えがすごい人だと思う。それは羨ましいけど、大体は好きだと思うから別にキモくはないと思う。むしろ正常じゃないと私は思う。てかもう言いますから全然ねえや。3年付き合って彼氏にあげるタンプレが思いつかない。それめちゃめちゃわかるよ。最初の方はさ、なんか定番でお財布とかキーケースとかなんとかみたいなあるけど、もう3年とか4年とか5年になるとさ、誕生日何あげればいいかわかんなくなるよ。アイメイクどうしようかな、悩む。今日なんかオレンジっぽい、いつもオレンジなんだけどさ、なんかオレンジブラウンっぽいメイクをしたくって、まあ、とりあえずまあペリペラのファンの子からもらったやつは使うとして、私も最初の方はさ、なんかマフラーとかさ、定番のやつをすごいよくあげてたけど、この前の誕生日なんか電気シェーバーあげたからね。まあ何欲しいって聞くのが一番早いけどさ、やっぱサプライズしたいよね。誰かめっちゃ叫んだんだけど。まあ難しいよね、誕生日プレゼント。その分ね、彼も絶対自分の誕生日の時に悩んでくれてるから、悩んで悩んで悩んであげたもの、もらったものってすっ
っごい嬉しいから、悩んで悩んで悩んだものはきっと彼氏も喜んでくれる。先生に恋したらどうやってアピればいいの。いや、これはねもうね一生の悩みだよね。これもねちょっと今から使うねコスメデコルテのアイグロージェムってやつ、これもねファンの子にもらったんだけどね、これめっちゃ可愛いんだよね。可愛い。いやもうねこの子が大学生とかだったらワンチャンありえるかもしれないけどさ、高校生とか中学生が先生に恋して先生が振り向いてくれる確率は本当にわずかだと私はもう。めっちゃいい匂いするんだけど、これガチ恋はちょっとあんまり叶わないかもしれないけど、普通に暮らしていく面でちょっとね楽しくなってきたなって思うぐらいだったら、補習とか先生これわからないんですって言って先生が教えてる科目のやつをなんかちょっと教えてぽよぽよみたいな感じで行くのがいいかな。たまたまね数学の先生が私好きだったのよ。数学しかも私めちゃめちゃ頭悪くって全然ねわからなかったから教えてもらいに行ってた。てかこのアイシャドウマジで可愛い。コスメデコルテのいつもさこのオレンジのアイシャドウだけでやってたんだけど、締め色でさこの目尻のところに入れるとすっごい可愛い。もうデリシャス。話が飛び飛びになってるんだけどよろしくね。女子校なので出会いがありません。あるあるだよね。私もさ女子校ってわけではないけど中学の時から私立通わせてもらってたんだけど、3クラスある中で1クラスしか男子がいなかったのね。だから男がマジで少ないし、しかも私中学3年間と高校2年間ね女子クラスだったんですよ。だからほぼねなんか男がいない状態で育ったんだけど、でもね私はね女子だけでもすごい楽しいなって思ったよ。本当に求める子は他校の子とか友達にね紹介してもらったりとかしてた。だってでもね私ね思うのはね、なんか学生中学校とか高校生までは同性の友達とね思い出をたくさん作った方がいいなって思った。彼氏に割く時間もすごい大事だと思うけど、 JK は JK その3年間しかないから彼氏にその時間を捧ぐっていうのでも全然いいけど、やっぱね JK 同士で遊んだ方がね楽しいよねって思っちゃった。だってさ私高校2年生の時に付き合ってた彼氏が卒業旅行じゃなくて修学旅行の時に私女子ばっかいつもいるグループで一緒にいたんだけど、なんかねその彼氏にねなんか俺といるのと友達といるのどっちが楽しいのって言われて、普通に友達といる方が楽しいよって言ったらなんか切れて、えって思った。いやお前だってそうでしょって思った。何でも話せるさ同性の友達と一緒に喋ってた方が楽しいよって。彼氏といるのも楽しいけどさまた別の楽しさがあるよね。私はそこでねあなたって言っとけばよかったんだろうけどね、いろいろ積み重なって多分友達って言っちゃったんだろうね。私もすごい悪いことしたと思ってるけど、まあでもね JK の時には JK のね思い出を作った方がいいよ。はい、アイメイク完了。なんかねまつげパーマしたいのよ。まつげパーマめっちゃしたい。次、うわかわいい。付き合って半年経つ年上彼氏がいるんですが名前で呼べません。最初の方って呼べないよね。先輩とかだったらさなんとかくんとかって呼ぶよね。いやそんなもんだよね最初はね。いや誰だってそうだよ。私だって最初高校の同級生だった子もさ最初呼べなかったもん。まあいずれかは呼べるようになるから大丈夫だよ。あんま意識しなくて。そんなんでストレス溜まるよりかもその彼氏と楽しい人生を送ろうっていう考える方が楽しいよ。なんか結構来てたんだけど、リア子ってどう思いますかみたいな。リアルな恋でしょ。だからなんかジャニーズとかアイドルとかにリアルな恋ってどう思いますかってことだよね多分。違ったらごめんね。いいと思うよ。自分が本当に好きだったら全然その好きっていうのを否定する権利はないから。なら好きでいいと思うよ。叶う夢か叶わない夢かはつか自分がきっと分かるから、分かるまで好きでいるっていうのは全然いいことだと思う。やべ、これ持ってきたのに全然使わなかったボビーブラウンのやつ。はい、あとハイライトだ。こうやって喋りながらメイクするの楽しいな本当に。毎日でもしたいわ。毎日でもゲットレディウィズミーあげたいもん。これもうなんか編集とかカットしなくて普通にそのままあげたい。オッケー、化粧終わり。髪の毛切りて。髪の毛の量が尋常じゃなく多くなってさ本当になんかすごい、私今日メイク濃くない？大丈夫か？いいか。てかリップ塗ってね。化粧の後ねアベンヌウォーターマジでいいよ本当に。化粧崩れしないしお肌潤うし、これはマジでおすすめ。いやいやいや普通に今日は巻く。でね今日どうしても着たいワンピースがあるの。これこれレディのワンピースなんだけど超可愛くない？と久々に外出るってことでこのワンピースを普通に着たいなと思って、ちょっとこれを着たいから巻き髪にするの。可愛すぎる。ちょっとねこれ薄いからさ多分上透けちゃうからキャミソールとか着なきゃいけないとは思うんだけど、いや可愛すぎる。いてててて腰痛。なんかいつもゲットレディウィズミーの時とか
かってさ、髪の毛やるの私いつもカットってか早送りしちゃってるからさ、ちょっとどうしようかなって思う。だってさ、メイクする時点ですごい長いのよ、動画が30分ぐらい撮ってんじゃないの。いきなりまた恋愛相談に戻るけどさ、付き合ってること隠したいって言われたらゆいちゃんどう思いますか？なんで隠すのって思うよね。だけど部活でさ、恋愛禁止とかで隠すのはさ、わかるかもしれないけど、同じ友達とかに隠すのって思うよね。そういう子いたよね、隠れて付き合ってる人たち。まあ恥ずかしいのかもしれないけど、どうしてって聞く。どうして隠さなきゃいけないのって。友達とかにバレるのが恥ずかしいから、え、じゃあなんで私が彼女っていうのが言ったら恥ずかしいの？自信持ってよって思うよね。思うよね。なんかドッキリとかでさ、その時までは隠しておこうねとか、そういうさ、会話だったらいいけど、一生隠すって意味がわかんない。どうしてって聞いた方がいいよ。どうして隠すの？男の人って隠したいよね。なんか高校生の時とか隠してる子いっぱいいたもん。どうして隠すのって。なんか女の子からしたらさ、私と付き合ってるのが恥ずかしいのとか、バレたくないのってすごい心配になるよね。なんかさ、私、全然別の Twitter とか YouTube のコメント欄でよく聞かれるんだけど、サクヒロと長続きする秘訣は何ですかとか、すごい聞かれるのね。それはね、なんか私的には相手の嫌いなところまでを好きになるっていう感じかな。そうすればきっと長続きすると思う。嫌いなところは嫌いなところで仕方ないんだけどさ、あ、もうこの人はそういう人なんだって、そういう理解をする。どうしても直してほしいところがあったりとかしてもさ、結局は人間さ、そんなすぐに治んないじゃん。そうやって育てられてきてさ、そういう性格なんだから。だから治んないんだな、この人はもう本当にこういう人なんだ、あ、もう仕方ないな、思えばきっと気も楽になるし、長続きすると思うよ。あと隠し事はしないかな。外うち外うち、隠し事しないことが一番の長続きの秘訣だと私は思う。やっぱ髪の毛やってる時長くなっちゃうわ。ちょっと早送り。はい、着替えました。じゃじゃん、こんな感じです。お待たせしました。はい、ということで髪の毛も顔も洋服も完了でございます。ということで今日のゲットレディービズミーでした。今まで以上に長く喋ったんじゃないのかなって思います。でね、このワンピースがマジで可愛い。見て、あのね、ここね、ちょっと今後ろでリボン縛っちゃったんだけど、ペラペラってなってて、折って折って後ろでキュッて結ぶやつなんだけど、すっごいすごい可愛い。この後ろで結んで、ちょっとリボンがさ、後ろだからあんまり見えなくって変な感じになっちゃってると思うんだけど、このリボンがマジで可愛い。大きめで、なんかマリーちゃんみたいな。はい、ということで以上今日の動画でした。ということでこれから婦人科に行ってきたり、動画撮ったり編集したり、いろいろ作業するんですけれども、すごい楽しい一日の始まりになりました。お仕事やら学校やら、なんじゃかりゃなんじゃかりゃ頑張ってください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。